どうも、ルジクリでございます。ということで、続きをやってまいりましょうか。ついに決戦か？ニトスさん。ニトスは、俺と同じ道を選んだようだな。ならば明日、すべてが終わる。いや、あいつにとっては始まりか。この1200年、お前には迷惑ばかりかけた。意外と割とまだ自我が残ってる感じなのかな。もはや俺には誰も彼も暴虐の過程としか見えないんだ。真なる魔王ですか。ああ。最後にいいか。俺が俺でいられたのはお前のおかげだ。1200年も一緒にいてくれたんならもう、なんだったら、マディスンとかお嬢とかより、カルラの方にね、情が移ってもおかしくないと思うけどな。さて。ジーク、お嬢か。どっから出てきた。うるさいやつだな。クイクイ。じゃない。早くまた開け。何する気なのよ。場所開けんと私が座れんだろ。立っとけよ。もう一度言う勇気はあるか。開けますよ、お嬢様。ルリコキ様、俺に何の恨みがある。お嬢。なんで膝の上なんだ。また開けと言ったら普通膝の上だろう。そうなのか。しかし2ヶ月か。長いようで短かったな。誰かさんのせいでめっちゃ苦労させてもらったけどね。何がおかしい。まあでも思えばいろいろなことがあったな。そやな。最初は全裸スタートやったからな。いやー、こうさ、思いの想像の10倍ぐらい長いゲームだったなって思うよね。なかったぞ、そんな過去。あの時は激しかった。何がだ。お嬢足踏んでる。じゃない、痛い。マジで痛いから。痛い痛い、痛い痛いって。痛たた、痛いって言ってるだろ。痛いと言えばやめてもらえると思ったらお間違いだぞ。ひどすぎる。お前もな。俺が帰っても飯ぐらい一人で作れるようになるんだぞ。わかったな。分かって夜いちいちうるさいぞお前。それとこれだけは約束してくれないか。むやみにルーに喧嘩を売らないこと。ルーのお手伝いをすること。あんまりルーをこき使わないこと。ルーばっかりじゃないか。そりゃルーばっかだ。私よりルーとの思い出の方が濃いというのか。人の思い出なんておっぱいの大きさで決まるからな。ひどすぎる。それはさておき、お嬢はお嬢らしくずっと元気でいてくれたらそれでいいかな。だからといってあんまりカロスとかをいじめるのはいけないぞ。まあ元の世界に戻るからな。ローリーはっていうかもうマギスンかっこローリーはどうすんだろうな。これからここでの生活のことを忘れないでほしいんだ。ええわ、おかしいだろ。お前にとってはちっぽけな2ヶ月だったかもしれないけど、それでも忘れられるのは寂しいからな。いくらなんでもそこまで薄情じゃないぞ。それにな、お前みたいなわがままで手のかかる子を忘れろっていう方が難しい話だと思うぞ。お前、お尻に硬いものが当たってるぞ。浴場したな、スケベ。膝な。誰が浴場なんかするか。お前は浴場したんだ。知っておるんだからな、私。お前が洗濯中に私のパンツに顔をすり寄せて、お嬢の汗の匂いだとか言ってたことをな。言ってたんかい。言ってねえのかい。お前はエロいことしか頭にないのか、このエロロリコが。お前なんかもう明後日の方向に向かったしねえ。なんだ、その悪口。帰る前にどうしてもお前にやってほしいことがあったんだ。最後に一度だけ BB ライダーになってくれないか。見納めか何かか。俺は強い、俺は強。こっちのスーツを着てほしいんだ。赤い BB ライダー。変態ライダーじゃん。ピンクは犯罪だろ。そうだな、さすがにピンクは犯罪か。無言ゾーンだ。お前はさ、やっぱりまだマギスンのことを思っていたりとかするのか。
まあそうだな。俺には多分あいつ以外にいないんだと思う。後にも先にも好きだっている子はあいつだけなんだろうな。なんて未練がましいかな。ローリーも実質マギスンやないか。なんか気に障ること言ったかな俺。とりあえずすまん、お嬢すまん。まあでもマギスンとしての感覚も持ってるからってことかな。お嬢ほら、変な顔ー。ひーん、どうしよう。こんなとこ誰かに見られたら幼女泣かせのあだ名がついてしまう。泣かないでくれ、お願いだ。俺にはさ、守れる家族はもうお前しかいないんだ。だから泣き止んでくれないか。お前しかいないなんて言われても、私はマギスンじゃない。マギスンの代わりにはなれないぞ。何を言ってるんだ。お嬢はお嬢だろ。俺の主人はお前だけだ。お嬢、俺を呼んでくれてありがとう。ここに来てくれてありがとう。まあ、でも結局戻っちゃうもんな、最終的にはな。この後、お嬢一人で生きていくことを考えるとなかなか辛いものがあるが。まあ、カロスとかが何とかしてくれるか？帰んのか？ああ。あれ、なんでだろう。おかしいな、涙が。キモいぞ！でも、あんたが帰るとお嬢のやつ荒れそうやな。そういう時は、後ろ回し蹴り当てれば、おとなしくなるぞ。殺されるよ。まあ、そのなんや。頑張りや。ありがとう、ウェルチ。お前は地味でつまらんやつだったけど忘れないよ。早帰りや。そうだ。元の時代に戻ったら俺の名前広めといてくれよな。ジークフリードの唯一の無二の親友って。誰がお前の名前など後世に残すか。あと、俺とお前は友達でも何でもない。無駄だぜ。何がだ。しっかり板についたな、メイドが。なんだお前らはそんなとこで待ち伏せして、ボスか。失礼ですね。みんなニトスさんのお見送りをしようと思ってましたのに。それはありがとう。元気でな。最後までメイド服で締めるのか。ああ、身だしなみは大切にしないとな。そうだ、記念に一着やろう。いりません。お嬢様の専属芸者として、そんな設定だったな。ニトスさん、ニトスさん。聞くでありますよ。なんだよ、貧乏。帰るんだったら選別に何かくださいです。どうせそんなことだろうと思ったよ。普通選別ってのは俺がもらう方だろ。では、世の第7話でカロスにもらった髪の毛と牛乳瓶の蓋をニトさんに進呈するです。嫌がらせか。俺の服をいらんて。私からはこれを。ローリーの靴下。これで何をしろと。あら嫌ですが、私に言わせる気ですか。俺は変態か。カルラー。気配たちを使ってくるとは。忘却の森へ。マハートの影響で生み出された亡霊はまだたくさんはびこってるからな。バジュラを倒さん限りは消えはしないだろ。お前は1200年間も俺、いやあいつのそばに居続けてくれたんだよな。やっぱり苦労とかかけただろ。そうか。調子に乗って胸とか触ったりしなかったか。コックン、されたのか。よーし、これは俺にもするチャンスがあるってことだな。その、なんというか今まで迷惑をかけたな。なんかおかしかったか？昨日同じことを言われたんです。バジュラに。なんか複雑だな。お前は亡霊じゃない。ちゃんと生きてるんだ。それにもうあいつのお目付け役は終わったんだからさ。これからは自由に生きてはくれないか？ですが、私は、魔族、カルラ。今日でパン屋を辞めてしまったんで人手が足りてないと思うんだ。気が向いたらでやることが見つからんかったら手伝ってやってくれないか。じゃあな。パン屋とか向いてそうではある。こんな風に言っていいのかわかりませんが、あなたがこの町よりローリーさんを選んでくださって私は嬉しかったです。どうしたんだろうな俺は。これでもロリコンだったつもりはないんだがな。ルー、いいの？
今は会えない、きっと引き止めてしまうから。そうだよな、オラクル、そうや、どうなった？やっぱりあれか、いなくなっちったか。オラクル、ジークフリード、バジュラから生まれ落ちた奴の人間としての魂。俺の亡霊。違う、お前は俺の弟子だ。俺の最初で最後の弟子だ。あれ、ルー、乗っていく？徒歩でいいです。あー、ひどい。うん、結局乗ってくんかい。めっちゃ街道だけど。止めてくれ。死ぬまで止まらないわ。なぜに。バジュラのところに向かってるんじゃないのか？やり残してることがあるんでな。お？ SP が50追加されました。カードを購入できます。だからといって、もう買うものも。OK。まあ、ラスボス戦っていうことか。その前に準備せよと。倒すべきは未来の俺。黒き風のバジュラ。来たか。お前を倒すためにな。迷いは断ち切ったようだな。俺もあと1200年もしたら本当にあんたみたいなネクラになってしまうのか？そんな性格嫌だな。あんたも今バジュラでいるってことは未来の自分を倒したってことだよな。そうだな。ならばもう結果は分かりきってるんじゃないのか？ファントムソラスがあればこの俺に勝てる。そういうのか？さてな。戦う前に聞いておきたい。ハイブリッドという女を知っているか？サラドの亡霊か？お前は彼女はお前の見落とした魔力から生まれたらしい。そして幾度となくこの世にはびこる魔族の魂と融合を繰り返したとも言っていた。だがそれは彼女の望んだ融合じゃない。あの娘はずっと助けを求め続けたんだ。お前にな。その未来を今、ニトスは知ってるんだから何とかできないのかな。でもそれもバジュラも同じことだったのかな。過去のニトスも。なのにお前は彼女の呼び声に耳を傾けなかった。なぜなんだ。お前は俺が忘却の森で眠り続けた理由を知らないのか。確かにあの娘が混雑中になったのは他でもない俺のせいだ。だが彼女を助けるだけの力があの時俺にあったと思うか？なかったのか。もし俺が眠りから目を覚まし彼女を守っていれば、俺のうちにある真なる魔王はもっと早くに目覚めていただろう。そうなれば魔法との時期は縮まり、俺の見た定めは破綻していたはずだ。お嬢が生まれなくなる。俺がここに呼び出されなくなる。というかが。だからあの娘を見捨てたというのか。言い訳はせん。お嬢の周りには他の魂を寄せ付けなかったお前がそんなことを言うなんてな。お前にも分かっていいよ。分からないな。お嬢一人を守るのに手一杯だったとでも言いたいのか。どちらかを選んだといえば聞こえはいい。だが違う。お前には力がなかっただけだ。それを選択と呼ぶことを許しはせん。ニトスよ。一の人間が守れるのは所詮一のものだけだ。お前は一を十にできるほど大それた人間ではない。そんなことは分かっている。それでも、俺には力がなかったで終わるお前の理念を認めるわけにはいかない。自分である分余計にな。そうだったな。確かにあったよ。俺にもそんな意固地な面が。だがその愚直、そのまま押し通すというならいずれ後悔する日が来るだろう。あんたは後悔しているのか？そんな考えはもうない。しかし、まだ人であった頃はそうだったかもしれん。お嬢のために生きたこともか？そうかもな。それを聞いて安心した。俺とあんたは違う。お嬢のために人であることを捨てたのは俺の選んだ生き方だ。それを否定するようなあんたと俺はもう同じじゃない。俺もお前も行くつく先は変わらない。ゆえにここが末路だ。さーて。
何もしない、もう最初から全力。ちなみにマイティフォースと、あ、さすがにシュマーリゴールドの方が強いんだな。意外、何もしてこない。イベントかこれ。序盤イベントか。カードは無駄に使わない方がいいか。どっかで本気を出してくるパターンな気はするが。シュマーリゴールド連打したらワンチャンこう倒せたりする可能性あるやもしん。ちょっと一回使ってみるか。おらー !700、いいね。いや、全然何もしないじゃん、もう。これ、ワンチャン倒せる説。これ寄せば、ワンチャンいける説ある?ないか、これ。この感じないな。どうなってんだ、お前。それとも、イエシュマーリゴールド打ってくるやん。まあ待て、まあ待て。マイティーガード。ふぅ。お?この剣があればどんな魔族をも人たちにして葬り去ることができる。魔族にとっては天敵みたいなものだ。真なる魔王ね。お前にしか扱えない白物。魔族には使いこなせない。おん?ファントムソラスは人間にしか扱えない。この意味がわかるな。1200年の時を生き一人で死んでゆく。そんなのは寂しすぎる。だからせめて一人ぐらい。彼の最後を見取る者がいてもいいんじゃないか?ニトスには扱えないと?これほどの差があるのか。真なる魔王の力を宿しているとはいえ、覚醒しているとしてないとでは、なぜ勝てぬか。かつてまだジークフリードと呼ばれていた頃、俺は千年の時をこの腕一つで生き抜いてきたんだ。力に関してはもはやお前とは別物だ。お嬢が来るか、人間として。生かされている。俺では到底及びもつかない力を持ちながら、あえて。確かにここでかつての俺は。あー、目を奪われた。あー、やっぱりそうか、そう繋がってくるか。痛いか。痛いか。だがこんなものはかすり傷程度だ。お前はこれから一生をかけて永遠の苦痛を味わうことになる。安らぎなどあると思うな。お前にあるのはただ戦い、それだけだ。あの時ローリーゴースの BB を手に取ったことをお前はどうしようもなく悔やむだろう。真なる魔王は人には過ぎた力だとな。その目に焼き付けろ。これがお前の末路だ。獅子をもがれ地平道を剥ぎ、そこには人を平の安息もなく、戦い戦い戦い抜いて黒き風と呼ぶ悪になって死んでいく。ここでの生活はお前にとっては温かすぎた。たかが2ヶ月の安息にすがり千年もの間戦い続けていく自信がお前にあるか。だがお前は耐えてきたんだろう。だがその日々を他人のために耐え抜いていると考えてみたらどうだ。怒りすら湧き上げてこなかったよ。あまりのバカバカしさにな。どうして俺はこうなってしまったのだ。何百年付き合い続けてきた疑問か。それでもいつかは報われる日が来ると思っていた。そんなわずかな希望に身を寄せこの金色を振るってきた。しかし、そんな日は訪れるはずもなかったよ。死ぬ間際ですら、そうだな、処刑されてたもんな。人からも魔族からもな。そして人として死した頃、お前は思うだろう。俺の千年間は何だったんだとな。お前の生涯はまさに意味がなかった。いな、お前の存在こそ価値がなかったのだ。助けて裏切られてまた殺して。シュマーリゴールドよ。止まれ続ける人生ならば、
誰にも必要とされていないのなら、俺は何のために戦うんだ。お前は不幸ゆえに疎まれるのではない。必要ないから。お？お嬢来たか？いや。ここで？ガレリアン？お前は必要な人間だよ。かつての戦友に貴様はないだろう？数年後の未来に、ジークフリードを頼む。思い出せ、バジュラ。あの時お前が私に言った言葉を。なぜお前がこの私を生み出したのか。なぜお前がニトスのことを私に任せたのか。その真意はお前が一番よく知っているはずだ。わー。今の俺は真なる魔王。かつてがお前が出会ったバジュラとは違う。嘘だな。お前は何も変わっていない。私の知っているニトス・ジーク・フリードだ。ニトス。ガレリアン。私は今も昔も戦うお前を否定するばかりだった。だがあの子に気づかされたよ。今のお前は空っぽじゃないだろう。何もなかったその心はちゃんと満たされている。満たしてくれたのは誰だ？お前はあの子を信じて戦った。その選択が間違いであるはずがない。そうだろ？英雄ジークフリード。お前は輝けぬ金色などではない。お前の光は、誰かを照らせる輝きだ。よまいごとだ。かつての俺がバジラに勝ったからといって俺自身負けるつもりは毛頭ない。ここを気に入り抜けられる力もないなら今はこの場で俺に殺されろ。お？どうなった？運命は変わったか？ん？バカな。千年前のこの男が俺のシュマーリゴールド。創殺した。無駄なあがきはよせ。あの男のザレ言を真に受けているのか。今、お前の光では誰も照らせはせん。照らせるさ。俺の光はあの子を守るためにあるものだ。ロウィーゴースへの思い。それがお前を突き動かす理由か。ではそんな思いもいつかは全て忘れてしまう。俺のように魔力と一緒にこぼれ落ちていくのだぞ。たとえ全てをなくしてしまっても、お前の心にはもう何もなくても、それでも、俺は今あいつらのことを覚えている。お前の落としてしまった心のすべて。その気持ちはここにある。伊藤さーん！黒き風がどうやらこいつも近づいているようだ、この俺に。かつてのバジュラ。お前も俺にこの姿を見ていたのか。お前は何も分かっちゃいない。ニトス。お前はどうあろうと輝けぬ金色でしかなり得ないのだ。俺たちは誰からも受け入れられない、そういう存在なんだよ。俺を受け入れてくれた人たちもいた。それは本当のお前を知らないからだ。シュマーリゴールドというお前を知ればみんなお前を化け物扱いする。あの子は俺を必要としてくれたんだ。俺にはそれで十分なんだ。かつての俺がこうまで愚かだったとはな。どうでもいい話だろ。俺とお前はもう違うんだから。黒き風のバジラ。お前はこの世に必要ない。お前が俺の存在を否定するのか。そうさ。どうやら俺たちは、生まれてくるべきではなかったらしい。その意見に答えよう。俺の歩んだ時の重みを乗せてな。変身できんの？お互い。さーて、こっからか。デルタブレイク。やべえかなー。とりあえず、シュマーリゴールド。せい、ミス。
通常攻撃ミスするの久しぶりだな、俺。シュマーリゴールドどんな行動をしてくるか。真空波。早めの回復しといた方がいいか、一応。回復アイテムはたっぷりある。痛い痛い痛い。シュマーリゴールド撃ってくる。これどんぐらい受けるのか、ちょっとヒットポイント満タン状態で受けてみるか。試しに。そこまで1まで減るかな、これ。あ、そこまでだな。半分ぐらいか。おらー、これ回復しないとまずい。なんとか、なんとか、なんとかやれそう。デルタブレイク。封じれなかったー。真空波破壊された。うわー、シュマーリゴールド使ってくる。マイティーガード、よしよしよし。こんだけ強くてこんだけ回復アイテム大量に使わなく勝てないって、レベル上げしてなかったら倒せないのではないか、これ。うわー、真空波破壊された。またシュマーリゴールド来た。マイティーガード、デルタブレイクならオッケー。いったか、倒せたか。力の差は歴然だというのに、なぜだ、なぜ立ち上がる。これは、この姿は、かつて夢見た、英雄。これでいい。この定めもお前に殺されることもすべて後悔はしていない。俺がお前になったとき、そんな言葉が言えるか。ようやくすべてが終わる。これでもう、何も見なくて済む。お嬢、なぜ会う、なぜ今、ジーク、久しい名だ。そうか、覚えていたのか。もはや人間で亡くなったあいつにファントムソラスは扱えないことを。すまないな、ロウリーゴース。手を煩わせて。どうした？何を戸惑っている？何がロウリーゴースだ。私の名前など一度も呼んでくれたことなんて、なんかないくせに。何を言っている？俺はもうかつての俺ではない。ちっとも変わっとらんではないか。そんな言葉遣いはよせ。でないとこのまま帰ってしまうぞ。いやー、悲しすぎるだろうよ、これ。お嬢。それでいいんだ。いいか？ニトスが、俺が帰っても、掃除ぐらいはきちんとできるようになるんだぞ。わあ、最後がお前でよかった。殺してくれ。そんなのは嫌だ。何のためにここに来たんだ。それでも嫌だ。泣かないでくれ。
これで最後だから。もうお前は苦しまなくて済むから。いや、辛すぎるだろうよ。片付けもする。お手伝いもする。ご飯だって作るから。だから。やっぱりやらなくちゃいけないか？お前を暴虐の糧とは見たくない。だから、そうなる前に。頼むよ。わあ。やっぱりお前は意地悪だ。私のためにずっと戦ってくれたお前を。殺せだなんて。これ、なんかね、救いが欲しいよな、これな。こう、今回操作していたプレイヤーキャラクターのニトスが今度過去に行ってからどうにか未来を変えようと翻弄する物語とかあったら面白そうだよな。この結末を変えるために。俺は誰かの心に残れたか。だから泣いてるんだ。一度でいいから幸せになりたかった。叶うのなら、もう一度、お前と。ああ。ジーク。ルー、すごい髪留め、変身ができる。ビビライダーな。これをロリに。この街にはもうビビライダーは必要ない。あなたを必要としている子はいるわ。あの子は強い子だ。それに一人じゃない。支えてくれる人たちがたくさんいる。ニトスには帰って何があるの？何があるんだろうな。本当は何もない。だが何もなくとも戦う理由はそこにある。俺が帰らなければあの子は生まれてこない。俺はあの子を選んだ。いずれ世界にあだなすことを選んでしまった。どうにか変えられへんのやろうか。忘れるな。お前が死のうが誰も悲しまない。お前がいなくなろうが誰も帰りにない。俺もお前もこの世に何の価値もない存在だ。んなことなかったけどな。わかっている。ジークフリードは世界の敵。いずれ黒き風を呼ぶ悪となる。それでも俺は戦うさ。それは戦うことに命を懸けた男の奇跡。終わりかこれ。ああ。いやー、終わったなー。いや、面白かったねー。なんだろうなー、こう、いや、結構さ、このギャグとか下ネタとかがま、結構くどいなっていうのは正直あったけど、最後の展開に全部持ってかれた感あるな。いやー、プレイしてよかっ
った作品ですね。いい物語だった。まあ、あとあえて言うのであれば RPG だったか、これほぼほぼアドベンチャーだったのではないだろうか。ダンジョンというダンジョンもなんか、いや別に不満があるわけじゃないんですけどね。いやこれはこれで別に全然面白かったんですけど、アドベンチャー、いやでもにしては戦闘難易度が高いんだよな。レベル上げしなかったら相当雑魚敵も厳しかったし、ボスもきつかった。そこら辺は悩ましいところではある、あったね。まあ、あとさ、なんかわかんないんだけどさ、私なんでそう思ってたのかわかんないんだけど、カロス、ルーと仲良くやれよ。いや、なんでそう思ってたのか私わかんないんですけど、パート10ぐらいで終わるぐらいの短編ものだと私思ってたんだよね、これ。完全に。なんでだろう。めっちゃ長編やん。あー、やっぱりな。最後にな。まあ、この後お嬢はどうやって過ごしていくんだよな、本当にな。まあ時代を感じさせるゲームではあったな。本当に古の時代の名作って感じだね。1200年を過ごして未来を変えるべき頑張ったニトスの物語とか見たいな。バジュラね。お前はさ、何か夢ってないのか？夢か。強いて言うなら久々にガイガでも見に行きたいかな。そういうのじゃなくてもっとでっかい夢だ。そう言われてもな。お前たちを守ること、それは夢にはならないか？なるわけないだろう、バカ者。私たちのことはいいから。自分のために生きろ。お前にだってあるだろ？夢に見る幸せの一つぐらい。幸せか。それならいつか。争いのないところへ行ってみたいな。語り継がれぬ英雄譚。しかし、確かに残る男の奇跡。いやいやね、ほんとね、昔から私、こう2000、終わってしまった。いや、昔から、こう、まあ、フリーゲームの実況をやらせていただいてるんですけれども、まあ、その初期からこの BB ライダーをね、やってほしいという、見てくださる皆様からのご要望たくさんいただいておりました。本当に。もう当初からもたくさんいただいてました。BB ライダーやってほしいと。もう何十年ぶりかにね。実現いたしましたが、いや、ほんとプレイしてよかったゲームの思い出に残る素晴らしい作品のね、一つになりました。本当にプレイしてよかった。もう最後さ、ローリーがさ、お嬢が
黒き風のバジュラーと決着をつけようっていうシーンも涙ボロボロでしたよ、本当に。ずっと涙ポロ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 こぼしながらプレイしてました。いや本当に泣けるゲームってのは素晴らしいね。ということで BB ライダー、ここに私の実況完結させていただければと思います。本当に最後までご視聴いただきましてありがとうございました。そしてこんな素晴らしいゲームをね、紹介おすすめしてくださった皆様、本当にありがとうございました。そしてこの感動を与えてくれた制作者の方、本当にありがとうございました。皆様に感謝を、そして最後まで見てくれて本当にありがとうございました。制作者様にもね、本当に感謝、感謝しかございません。こんなに素晴らしい物語を見せていただいて、ということで長々お付き合いいただきましてありがとうございました。少しでも楽しんでいただけたのであれば幸いでございます。ぜひともね、高評価していただけると幸いです。ということでまた次回、私の次の実況で皆様とお会いできることを楽しみにしております。お疲れ様でした。またねー。どうも、ルジグニでございます。前回はエンディングまで到達したというところでございましたが、今回ね、コメントにて隠し要素があるということで、第11章まで戻ってまいりました。で、隠し要素ここだね、ここ。入れんのかいっていう。これは気づかなかったわ。ということで、一体ここに何が待ち受けているのか。なんか長い階段と背景がおどろおどろしい感じではありますが、なんだ？なんかこの先に待っているっていう感じなの、ダンジョンなのかなと思ったけど、そういう感じでもないか？むむ？お？なんだ？客人ですか？誰だ？お？一体何年ぶりのことでしょう。うわ、裸の子供が出てきた。え？え？裸？キャー、見ないで、見ないでください。じゃあ服着ろよ。何なんですか、あなたは。いきなり人の部屋に入ってきて服を脱がすなんて、このロリコン、初めから全裸だったじゃん。何なんだこのガキは。隠し要素でもこのノリか。どこかのお嬢と似たような感じがしてうざい。それで、あた、私に何の用ですか？いや、用というか、単に迷っただけなんだけどね。もしや、あなたも私を付け狙うものですか？付け狙う？俺はストーカーじゃないからな。いや、そういう意味じゃなくて。あんたはこんなところで何をしてるんだ？誰もいないからって全裸になっていい法則はないぞ。これは違いますよ。じゃあなんで全裸なんだ？なんか裸の方が神秘的なイメージありません？なら、俺が今ここで全裸になったら神秘的に見えるかな？すいませんでした。まあ、裸ん坊なのはこの際、とやかく言わないでおこう。それよりあんたの正体の方が気になるな。はっきり言って怪しすぎるぞ。人のことを言えた義理ですか？勝手に入ってきた挙句その偉そうなものを言い。ズーズーしったらありゃしない。それに、人に物を尋ねるときは、まずは自分からと言うでしょ？ああ、そうか。俺はニートス。パン屋のバイトだ。で、あんたは？私は。あ。アンノーンです。絶対今考えただろう。ビクーン。って、アンノン？あんたはどうしてこんなわけわからんところにいたりするんだ？別に好きでいるわけじゃないですよ。連れてこられた。誰に？ロリコンに。俺はそんな声ないぞ。あなたロリコンなんですか？四六時中見張られてるから、ろくに外にも出られやしない。夫婦みんな私。そんな閉じ込められたみたいに。出たいなら出ればいいじゃないか。私だって出れるもんなら出たいですよ。いや、出れるだろう。だからあの長い階段歩いていけば外に出られるだろうって。本当ですか？本当も何も入り口はあそこだけじゃないのか？よっしゃ、やっほーい、外に出られる。なんか変な子供だな。なんだ、簡単に出られるじゃんか。今まであんなに苦労してた自分がバカみたい。では、参りましょう、憧れの外の世界へ。ぐは。嘘つき！嘘つきっていうか、なんかおかしいだろ、今のは。多分、あの階段は私の出演できるマップではないと、何の話かな。よくもよくもこんな可憐な少女を騙しましたね。あ、俺のせいなんだ。もう許しませんからね。覚悟しなさい、幼女の敵め。どうなんの？戦闘か、まさか。勘違いしてるようだから一つだけ言っておいてやる。俺はロリコンでも何でもない。ゆえに。I love おっぱい。なんなの、この人。戦闘か。メテオセイクリッド。シマーリゴールド。カード補充してくるの忘れてたな。
どの程度強いのか。ミス。イーフリート。あれかな、もしかしたら別作品のキャラクターの可能性もあるよな、これ。察するに。そこまで強くないか。よし、倒せた。で？なんで私が負けちゃうの？可愛いのに、ほざけ。ふんだ、目当ては私の体ですか？好きにすればいいじゃない。みんな俺をどういう目で見てんだ。あんたの体なんか差し出さなくていいから。ならもうたっぷりといじめたんだから満足したでしょ？早々に立ち去れ！あんたなぁ、まだ帰らないつもりですか？誰もそんなこと。お願いです。これあげるからもう帰ってください。くすん。なんかカツアゲしてる行動になっちゃった。ツバメ返しかける3を手に入れた。まあもらえるものはもらっていこう。ツバメ返し。じゃあな。もう来ないでくださいね。はいはい。くぼー！なんで俺まで帰れない？え？どうなんの？帰れるんかい？え、こんだけ？あ、もう入れなくなってるな。ツバメ返しってのをなんか手に入れたけど？ツバメ返し。これか。前のターンで受けたダメージの2倍ダメージ。あ、へえ、なるほどね。こういう隠しアイテムが手に入る場所だったっていう。そういうことなのかしらね。他には、これで終わりかな、隠し要素。ちょっともう少し軽く調べてみるか。せっかくだから、ツバメ返しを使ってみようかね。33受けたダメージの2倍を返すってことなのかな。ボス戦とかで使うのがいいんだろうな。あー、なるほど、こういう感じね。さすがにこいつから受けたダメージは弱すぎて、ちょっとツバメ返し使うのはあまりにもったいなかったところではあるが、なるほど。なんかね、軽く調べた限りフィールドマップをくまなく選択しまくったんだけど、他に入れる場所なさそうだから、まあ、多分これで終わりなんじゃない。こことかもね、怪しいけどね。特に入れるような気配なし。うん、ここが入れるっていうのが謎で、これは気づかんかったね、本当にね。ということで、今回 BB ライダー隠し要素まで含めて堪能させていただきました。コメントいただいた方もね、本当にありがとうございました。これは私一人では全く気づけませんでした。ということで、改めまして最後までご視聴いただきましてありがとうございました。素晴らしい作品でございました。ということで、また次回、私の次の実況で皆様とお会いできることを楽しみにしております。お疲れ様でした。またねー。